ロマンスグレートは中年古期男性の白髪混じりを指す和製英語。英語ではシルバー、グレーヘアにあたる。考案者はソニー設立者の一人、森田清。ソニーアメリカ社長時代、30歳代で白髪混じりとなり悩んでいたところ、アメリカ人の友人から、こちらではローマンティックグレート言っておしゃれで憧れなんだと言われて気を良くし、 帰国中にこのエピソードをロマンスグレーと言い換えて話した。友人の中に小説家の飯沢正がいて、それは面白い話だとオール読み物に同名の小説を連載し広まった。当時の流行語となったので友人たちに、森田は俺が本家だぞと笑っていたという。このエピソードは当時57歳の森田が1977年10月14日、 名古屋市公会堂で行われた母校愛知一中、朝日が丘高校創立100周年記念公演で、高校生を前に話した内容である。愛知一中、朝日が丘高校100周年記念ソニー会長、森田昭義公演会1977伊沢、ただしの同名小説後、1955年のアメリカ映画、旅場で主演したロッサーのブラッツィの髪色で女性の人気に火がつき、 一般的に定着するきっかけとなった。以後主に経済力も包容力もある魅力的な白髪じりの男性を指すようになったという。間違えやすい和製英語にご注意をおらばうと。ありがとうございます。